第6代、カーライル伯爵ジョージ・ハワードは、イギリスの政治家、貴族、19世紀前期の保育党政権で、閣僚職を務めた。爵位を継承する1825年まで、モーペス死爵の儀礼称号を使用した。1773年9月17日、第5代、カーライル伯爵フレデリック・ハワードと、その妻マーガレットの間の長男として、ロンドンに生まれる。 イートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学。1795年1月に、モーベス選挙区の補欠選挙で、保育党所属の庶民委員議員に当選。1797年には、チャールズ・ジェームズ・フォックスが提出した、退虐罪と先導罪の廃止を求める動議に反対した。百九十九年には、アイルランドとの統合に賛成する演説を、 行っている1806年2月には、数密顧問官に列するとともに、インド行政に関するコミッショナーとなるが、1807年に、第3代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンク内閣が成立すると、辞職した。1824年11月には、ヨークシャーの東リディング総督に就任。1825年9月4日に、父の死去により、 カーライル伯爵位を継承し、貴族院に議席を得た。1827年5月には、ジョージ・カニング内閣の木材森林長官に就任した。ついで同年7月に王子証書に転任。初代ゴドリッチ子爵フレデリック・ロビンソン内閣でも留任し、1828年1月に、同内閣が瓦解するまで務めた。八百三十年十一月に、第二代。 グレー伯爵チャールズ・グレー内閣が成立すると、無人諸大臣として入閣。1834年6月に、王子少書の初代リボン伯爵フレデリック・ロビンソンが、グレー伯爵内閣を離脱したのに伴い変わって、王子少書に就任したが、翌月の同内閣の画解を機に、政界引退した。1837年3月17日に、ガーター・キシダナイトに寄せられた。 1848年10月7日に、ヨークシャーの邸宅ハワード城で死去した。1801年に、第5代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュの娘、ジョージアナと結婚。彼女との間に、以下の十二子を設けた。ジョージ・ハワード、第7代、カーライル・伯爵キャロライン・ジョージアナ、ウィリアム・ラッセルズと結婚。ジョージアナ、初代ドーバー男爵、ジョージ・エジャー・エリスと結婚。 フレデリック・ジョージ・ハリエット・エリザベス・ジョージアナ、第2代、サザーランド公爵・ジョージ・サザーランド・ルーソン・ゴアと結婚。ウィリアム・ジョージ、第8代、カーライル・伯爵・エドワード・グレンビル・ジョージ、初代レナートン・男爵・ブランチェ・ジョージアナ第7代、デボンシャー公爵・ウィリアム・キャベンディッシュと結婚。チャールズ・ウェントワース・ジョージ、初代ウェンズリー・デール男爵ジェームズ・パーカーの娘、メアリーと結婚し、彼女との間に、 第9代、カーライル伯爵ジョージ・ハワードを設ける。エリザベス・ドロシアン第2代、グレー伯爵チャールズ・グレーの息子、フランシス・リチャードと、結婚ヘンリー・ジョージ・メアリー・マチルダ・ジョージ・アナ、初代トントン男爵ヘンリー・ラボシェールと結婚。ありがとうございます。